名古屋の、台湾ラーメンが有名な味仙ですね。名古屋駅にも、できているようです。矢場町のやつによく行ってたんですけどね、台湾ラーメン750円です。まずはビールをいただきますが、ちょっと中途半端な時間だった、この時なので、結構空いておりましたが、この肉味噌がうまいんですよね。前矢場町で食べた時よりちょっとあっさりしてたような気がするんです、あっさりしてたような気がするんですが、コクというか、そうですね、辛いのは辛いですね、やっぱりね。でも食べ進めていくうちにこれ癖になるんですよね。なんて言うんでしょうか。で、想像してたよりも小ぶりな丼でやってまいりました。食べ進めるうちにどん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 癖になってまいります。これね、後の方やめられないんですよね。やっぱこれぐらいのコクの方が、いいのかもしれませんね。青菜炒め、ちょっとビールが進みまして、青菜炒めですね。ニンニクたっぷりなんですが、結構これもなんか思ったよりあっさりなんですよね。もうなんかうちで炒めるときちょっとウェーパーでも足したいぐらいの、でもこれぐらいが本場の味ということなんでしょう。で、これ大好物のあっさり炒めなんですが、これ店に行ったらぜひ食べていただきたいんですけれども、美味しいんですよ。とりあえずもう見るからにうまそうでしょ。もうたっぷりなんですけどね、でご飯を湯いまして、この汁にかけて食べると本当にうまいんですよ。ラーメンでやってもいいんでしょうけどね。青菜炒めとこのあさりが同じ値段というのがちょっと、どうなのかなとは思いましたけれども、またね、コロナが、収束したらぜひとも行きたい店の一つでございます。チャンネル登録はこちらからよろしくお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。